さあ、それでは続きやっていきましょう。墨入れをしていこうかなと思います。幸いのことにね、ツヤが出るように塗装ができたんで、まあ多分大丈夫じゃないかなと思ってそのままいきます。もしね、色ムラをやっぱり気にしてツヤがね全然出なかったって、ちょっとこれ流し込むには結構しんどいんじゃないのって、しんどいって今言うしんどい辛いと思ったら、あのね、一回ね薄くトップコートを吹いてあげるといいと思います。ツヤが出るようにね。だからそんなにね濃くなくてもいい、1対1じゃなくても1対 1.5 ぐらい、溶剤をね 1.5 ぐらいにしてあげて、ちょっと薄めにして溶剤をつけてあげると、あ、溶剤じゃないや、トップコートをかけてあげると割とあのツヤがね出しやすくなると思うので、そういうやり方で、それがね、まあちゃんと乾かないとダメだから、一晩経ってとか、まあ半日経ってとかしてからね、まあしっかり乾いたかなと思ってからやるといいです。しっかり乾かないうちにやるとねダメなんですよ。あの拭き取れなくなっちゃうんで、要はそのトップコートのね間に入っちゃうんですよね。トップコートとこう、なんだろう、嫌な感じで混ざっちゃうんですよ。混ざることないんだけど、やっぱりねこう混ざっちゃうんだよね。混ざっちゃう、侵入しちゃうっていう言い方が正しいかな。混ざることはないな、ので気をつけましょう。で今ね墨入れしてるんですけれど、墨入れがねうまくできたら、墨入れが終わったら、墨入れはねあの艶消しだから結構乾きが早いんだけど、あのもう見た目でねツヤツヤしてないのが全体的になったら拭き取るっていう作業をしてあげましょう。じゃないとね、あのこれもねすいませんね、毎度同じこと言って、あのこのね流し込んだやつをね綿棒で拭き取るときに吸い取っちゃうことになるんで、吸い取るとね意味ないでしょ、何やってんだかっていう風になっちゃうから気をつけましょう。でちょっとね皆さんに隠れてこそこそやってた、あ、カメラ映ってるね、隠れてこそこそね悪いことしてて、ここマスキングしちゃいまして、ここだけシルバーで塗っちゃいました。こことここ、どんな感じでマスキングしたのっていうのはちょっと写真だけ撮っといたんでね、今映ってるかな、ちょっと編集の方でなんとか皆さんにこんな感じでやりましたっていう、大掛かりで、大掛かりってことでもないか、やることは簡単なんだけどね。なので見てもらえたら、参考にしてもらえたらと思います。それはねちゃんとラッカー系でちゃんと塗ってあります。じゃないとね後でちょっとやりたいことがあるので、ここはそんな感じで前もってやっておきましょう。で今何分？3分か。どうでもいい話しちゃおうかなとか思うんだけど、まだ拭き取り作業もね動画で撮りたいね、一つの動画にしたいなと思うんで一旦カメラ止めますか。よし、で一旦カメラ止めさせてもらいます。さあ、それでは続きやっていきましょう拭き取りですね。あはは、こんなところに見せてはいけないものがうっかりですな、ね、いろいろ同時にやってるんですよということで、さあではね拭き取っていきますかね。こんな感じでエナメル溶剤でね拭き取れるので、どんどん拭いていきましょう。ただこう拭き取るときですね、こうコロコロこう回し、なんだろう、こう拭きながらこう回していかない、回していって新しいところをねよく使うようにしてあげないと、ただエナメルを伸ばしていくだけになってしまうんで、気をつけましょうね。ね、ほらこうさ汚れてくでしょ、ここ見えるかな、汚れてるのが見えるかな、汚れをね、汚れっていうか、まあこのエナメルを伸ばしていくだけになっちゃうんで、だからなんだろう、これも結構絞ってあげないと染み込んでいっちゃうんですよね、この隙間の中に。そうするとその染み込んでいって拭き取っちゃってみたいな、せっかくモールドに墨入れしたのにそれをね取っていっちゃうような
こう溶かして溶かして浮かして取るみたいな言いにくい風になっちゃうから、あの結構絞ってあげてね、でこうやって取っていきましょう。そうするとやっぱりこうね、しっかり取りきれないっていうところが出てくるので、拭き取ってあげるよと。で2回に分けて拭き取ると間違いないね。1回で拭き取ろうとすると、1回拭き取ってで乾燥させて、それからもう一回見るとね、あれなんかちゃんと拭き取れてないっていうのがね出てくるんですよ。ちょっと汚れが伸びちゃってるっていう、そういう時にねもう一回こうやってあげると綺麗に取れますよと。ちょっと紙コップ、ね、エナメル溶剤って臭いんで結構、まあね、個人的に結構嫌いなんですよこの匂い。こうやってね紙コップにね溜めてビニール袋に入れて、いつものあのシンナーとかの、シンナーって言っちゃうからね、溶剤をこうね捨てる時と一緒のような感じで捨ててあげないと。これで今新しくしたから、こうやってやってね拭き取っていってあげましょう。この時にね結構やっぱりボディにツヤが出てないと、あのザラザラしたところに溜まっちゃうんですよ。だからねやっぱりツヤがあるように塗装してあげないとダメなんだな。なんかまあ結局これも慣れっちゃ慣れかな。でしっかり乾いてからトップコートするなり次の工程、まあ塗装系をねしてあげないと、この溶剤ね、塗料を乗らないんですよ。溶剤がね弾いちゃって、だからしっかりね乾燥させてあげてから次の工程に入るようにしていってあげましょう。なんか声が変だな。実は今日撮影ばっかしてんだよね、そのせいかな。ちょっと喋りまくりすぎたのかな。こんな感じでね、今日はなんか昼間はそうでもなかったんだけど、夕方からずっと撮影してるな。今日晩ご飯が早かったからな、ずっと撮影しちゃ動画編集しちゃ、でまたその変換かけてる間に撮影しちゃでずっとやっててね、結構取りだめしてるんですよ。今何が起こるか分かんないから、あの一番いけないのってモチベーションが下がるのがね一番ちょっときついんだよね。なんか今日そんな気分じゃねえなーみたいな時やっぱあるんですよね。そういう時に無理してやると失敗こ声が出んな、失敗こくんですよね。やっぱり結構コンディション、はいこんな感じでね汚れてきたら次。だからさ、なんだろうね、 YouTuber の人もそうだけど、まあタレントとかそういうのもそうだけど、やっぱりああいうテレビに出る人とか、まあ動画でね飯食ってる人とか、まあ、鍋さんも動画で飯食ってるようなもんなんだけど、本当なんかメンタルにしろこの体調、まあメンタルだね、大事だなって。メンタルが強くないとやってけねえなっていう風なところがあるね。やっぱりこうさ、なんだろう、慣れてないうちってアンチとかがいたりすると結構こうへこんだりとかするけど、慣れてくるといいんだけど、今もうね意外と大丈夫。おお危ねえ危ねえ。あともうなんだろう、やっぱこうなんだろう、と無性に気分にならない時とかあるけどさ、やっぱりタレントの人とかってさ、そうも言っとれんじゃん、まあ、YouTuber の人もそうだけどさ、それをさやっぱりこうちゃんと維持してやってるっていうの本当すごいなって。 YouTuber ってさ結構タレントとか芸能人の人とかってなかなかやっぱりね世間体的に理解がある職業じゃないですか。YouTuber ってやっぱり職業柄さ、なんかこう YouTube なんかこうあんまり受けが良くないっていうか、
大成功を収めれば理解されるんだけど、大成功しないうち、今頑張ってるっていううちはさ、やっぱりなかなか理解されないんだよね。なかなかそれってさって思っちゃう。どうなんだろう、立派な仕事だと思うんだけどね。何でもそうだけどさ、くだらない仕事なんてこの世にはないと思うけど、特に YouTuber っていうのはなんかそんな気がしちゃうね。なんか遊んでるだけと思われがちな気がする。どんな仕事でもやっぱり何かしらの需要があってやっぱり大事で、どんな仕事でもねって思っちゃう、思っちゃう、思う、うん。まあ今でこそね、成功してる人が結構いるからさ、そういうふうにあれだけど、まあでもまあテレビだとねそういうことないんだけど、やっぱり YouTube とかだと結構個人の問題になったりして、ね、はっちゃけすぎちゃう動画を出す人は、あれはちょっとさすがにどうかと思うけど、まあ真面目にエンターテインメントを伝えてるっていうようなね人たちには、やっぱりそれを楽しみで見てる人がね、それだけ登録者がついてるっていうのは、やっぱり大事な、仕事として大事なことなんじゃないかなって思う。まあ何でも見方次第だよね。まあ見方次第とやり方次第か。すぐダメになっちゃう。まあどんな仕事でも、でもそれって言えるよね。自分がやってた仕事とかでもさ、やっぱりその例えば金属製作業やってましたって言ってもさ、すっごい失礼な言い方すればさ、ただ鉄削ってるだけじゃんって言われるのと一緒のぐらいのね、言い方が悪いっていう風になっちゃうのと一緒なんだよね。いや難しいんだよ実際はっていうね、そうじゃないんだよみたいなさ。だからどんな仕事でも言い方一つだよね。何かしら事業があるからそこにお金が発生するわけであって、どうでしょうこんな感じで。いかがなんかこういう話するとさ、なんか言葉が足りなくてなんか悪い風に伝わったりすることがね、たまにあるんだよね自分ね。気をつけなあかんとか思うんだけど、すいませんね、こっちに集中しながら喋っちゃってるから、だったらそんな話すんなって言われちゃうんだけど、分かっていただければ幸いです。だからね、ナベさんが言いたいのはどんな仕事も大事ですよという感じです。何かしらの理由がある。ね、綺麗にできた。だからでこう一通り撮ったらちゃんとこうね、もう一回こうよく見てね、どっかに残ってるところないかなってちゃんと見るんですよ。これがでもね、しっかり乾かないとね、わからないことがあるんですよね。やっぱりちょっとこう目残しが少しあったりとかさ、この後トップコートとかかけたりするともう取れなくなっちゃうから気をつけましょう。いいね、 OK。 まだここからちょっとね小細工をするんで、よし OK、 いいでしょ、大丈夫でしょ多分。どうもこのエナメル塗料の匂い嫌いだな。まあ、大好きっていう人はいないだろうけど、平気っていう人はねたくさんいると思うけど、よしいいね、一気になんか黒が入ったらメリハリがついたね。よしでは一旦ちょっとここでカメラを止めさせてもらってですね、次ちょっと小細工やっていくんで、また見ていただけたらと思います。小細工まあ大したことないけど、では一旦止めます。